かでも痛いのかな。かわいそう。ミミがお腹をサズサズしてあげるね。みそぎも。ちょ、触らないで。今魔法で周囲の地形とかを探査してるから、これでなんとか帰り道がわかるはず。そうなの？すごい、さすがキョウカちゃん、えらいね。よしよし、みそぎもよしよしする。キョウカ、髪の毛サラサラで撫でると気持ちいい。だから触らないでってば。集中が乱れちゃうから。もうちょっとはおとなしくしといてくれるかな。キョウカちゃんが怒った。ごめんね、もう邪魔しないからね。こっちでミミと遊んでよ、ミサキちゃん。了解。見て見てミミ、こっちにお花が咲いてる。ほんとだ、ランドセルの近くに生えてるのとは種類が違うね。珍しい色。迷子になって得しちゃったかも。のんきにしてないで。探査魔法がどうにか成功して帰り道が分かったから、暗くなる前に魔物とかに気をつけながら帰ろう。おお、お疲れ。キョウカ偉い。キョウカがいてよかった。このまま帰れなかったら大変だったもんね。パパとママにもう会えないかと思ったよ。すごいね、キョウカちゃん偉いね。よしよし。まあこの程度朝飯前だよ。でもまあちゃんと帰れそうだって分かって安心したら気が抜けたよ。魔法使って疲れちゃったし、ちょっと休んでいい？うん、強化は頑張ったし、みそぎが肩を揉んであげよう。ご褒美にそこで拾ったセミの抜け殻もあげるね。抜け殻はいらない。あー、もうぐったりしちゃった。やっぱりあの人がいないと簡単な魔法を使うのも一苦労だね。あんな人でもいないと困るっていうか、いつでもピンチな時でも落ち着いてるから、いてくれると安心するっていうか。キョウカちゃんもお兄ちゃんのことが大好きなんだね。好きとかじゃないから。違うから。みそぎは兄ちゃん好き。会いたいな。今頃どこで何してるんだろうね。そう、この時間だと起きて朝ごはんを食べてるとかじゃないかな。あう、耳もお腹空いちゃってる。ママの朝ごはん食べたいよ。あ、みそぎお菓子持ってるよ。これ食べて、ミミ。ありがとう。でもお菓子ちょっとしかないし、ミミが食べちゃうとキョウカちゃんとみそぎちゃんがお腹空いちゃうから、3人で分けて食べようね。うん、もぐもぐ。うまーい。甘いの食べて元気が出てきた。みそぎはいつでも元気でしょ。でもイライラする時もあるけど、二人がいてくれて本当によかった。私だけだと絶対パニックになってたし。だけど本当になんでこんなことになったんだろう。確か昨日も私たちはみんなで遊んでたんだよね。三人でいつものように大人たちのギルドを真似っこして、確か並んでる馬車を見つけてお城とかダンジョンとかを探索する冒険者ギルドごっこをして、こっそり馬車の荷台に忍び込んでみたんだっけ。それで
宝箱発見とか言って、みそぎが荷台に乗ってた箱を勝手に開けちゃって、そしたらモヤモヤって煙が出てきたんだよね。それを思わず吸い込んじゃって、そしたら急激に眠気が襲ってきたんだ。それでそのまま寝ちゃったのかな。多分あの箱の中に眠くなっちゃう魔法の込められた何かが入ってたんだよ。そういうの社会人に需要あるって聞いたことあるし、そのまま3人とも寝ちゃって、馬車の人が気づかず出発して、ランドソルからちょっと離れたこんな場所まで連れてこられちゃったのかな。それで馬車の人が無賃乗車してる私たちに気づいて怒って放り出しちゃったのかな。それとも馬車が揺れて私たちが荷台から落ちちゃった。何にせよ自業自得な気がする。はあ、まあ無事にランドソルまでは帰れそうだからいいけど、次からはもうちょっと気をつけて行動しないと。京香ちゃんまた何か考え込んでる。こういう時に話しかけたら怒るからそっとしたか。はい、あれ何かなこれ。どうしたのミミ、何を見てるの。あのね、なんかぴょこぴょこしたものが。ミミダメ、それ魔物の尻尾じゃない。わ、ほんとだ、でっかいのがいる。っていうか、茂みの周りがいつの間にか魔物だらけ。どうしよう、どうしたらいいの、怖い。落ち着いて京香ちゃん、魔物さんたちこっちに気づいてないみたいだから、シーってして隠れてれば多分大丈夫だよ。隠れてちゃダメだ、逃げよう。奴らどっかを目指して歩いてるっぽいよ。ここにいたらでかいのに踏みつぶされちゃうかも。じゃあ逃げよう。やだ、死にたくない。うん、じゃあまずはネクラムシ。ほら今のうち全力で逃げるよ。はい、みんな転ばないよう気をつけてね。ピンチの時は異様に頼もしいよね、二人とも。私がパニクリすぎたのかな。深呼吸してる場合じゃない。